源氏物語帝王は今川範正による源氏物語の口外書である。著者は今川範正である。抜文に永享4年8月15日の日付があるため、この時の成立であるとされているものの、8月15日という日付は実際の日付ではなく、源氏物語の起こりなどに見られる、源氏物語の成立についての石山寺参詣伝説に基づく関連的な日付である可能性も指摘されている。最初に発端として、源氏物語の成立事情について、源氏物語の起こり等に見られる、戦史内親王献上説が記され、その後に各巻の口外が記される。本文中の和歌はすべて含まれ説明を加えられている。本書に含まれる注釈の内容には、時代的には本書より後の成立である一条兼吉による源氏物語の注釈書である家長四条成立と一致する説明が多い。本文は大きく流布本系統と遺本系統とに分かれる。現存する伝本には6巻のものや8巻のもの、10巻のものなどがある。抜文によれば本書は全6巻であるとされているためこれが最も原型を保ったものだと考えられている。またこの6という巻数は源氏物語60巻説に基づくものであると考えられている。最も原型を保つと考えられている6巻構成のものを記す。ありがとうございます。